デリバリーヘルスで女子高校生イコール当時、16、イコールを働かせ、客を相手に淫行をさせたとして、警視庁少年育成課などは、児童福祉法違反、淫行させる行為、容疑で、風俗店経営者で住居不定、井川さとつかさ、さとし、容疑者、46、を逮捕した。逮捕容疑は昨年9月1日、渋谷区道玄坂のホテルの客室に女子高校生を派遣し、客に対してわいせつな行為をさせたとしている。井川容疑者は、間違いありません、と容疑を認めている。昨年秋頃、女子高校生の母親が渋谷署に、娘がデリヘルみたいなところで働いているようだ、と相談し、発覚した。少年育成課によると、井川容疑者は他にも年齢確認をしていない従業員がいると供述しており、同課が捜査している。